高谷市中瀬地区渋川市大正郷、付近埼玉県道、群馬県道416号、利根川自転車道線とは、埼玉県区市栗橋と群馬県渋川市加内を結ぶ自転車道である。ほぼ全区間利根川の堤防場を走る。もともとは、群馬県玉村町から渋川市大正橋までの群馬県道403号玉村。 渋川自転車道線として整備されたのが始まりで、後に、利根川自転車道線に変更され、埼玉県行田市を起点とし、渋川市の東川沿いの東川公園を終点と、する長距離県道となった。さらに、都にサイクリングロードを編入の上、未整備だった区間が2011年6月1日に、開通、延長し、久喜市栗橋の国道4号、 国道125号に架かる利根川橋起点に変更した。なお、県道416号利根川自転車道線としての整備はここまでであるが、利根川橋よりも先、東京都江戸川区の東京湾沿岸に架かる舞浜大橋までサイクリングロードが完備されており、舞浜大橋の対岸千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾートを起点とし、旧江戸川、江戸川、利根川沿いに、 関東平野を縦断する全長約 170km にも及ぶ長大な利根川江戸川サイクリングロードが構成されている利根川自転車道の専用区間であっても規制上は自転車歩行者専用道路であり歩行者が通行できるほか一部区間においては車道や車道の歩道部が経路となっている箇所もあるため自転車での走行には注意が必要埼玉県群馬県 ありがとうございます。